あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。あなたはどう思う？大丈夫か、アルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ。お前に脱落されたら私が困る。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。何か用か？お？何？おいおい、今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ。なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いい。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として教育…ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。
やあ。僕には何ができる。私はどうだ。束の間の平穏か。なんだ、ガキンチョ。あなたは。気持ちでやるわよ。ブルッシェイ、また来てくれよね。研究に付き合わされそうだ。クソが。おお、やるね。さあ行くよ。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。
小規模な任務とはいえ巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい？そうか。では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら、私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい？何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。くそ。あっちに強い巨人がいるのかな。ただのね。知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな？一番にしてやる。
これで巨人の討伐は終わったね。あいつ助かったよ。これで検証に移れそうだ。ありがとう。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。そこで戦ってるのはモグリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい？副隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。ハンジさん、頼みます。分かったよ。討伐完了。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。勤務ありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。片付けよう。君のトロストクでの活躍は本当に見事だったね。経験さえ積めば、きっとすぐに熟練兵にも追いつけると思うよ。しっかり倒せ。分かった。討伐完了。いい働きだ。せっ、はっ。拠点は頼んだ。壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。
行こう。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。始末してやれ。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。よろしくな、了解だ。救援要請を確認。私が向かいます。新兵にしてはやるような。俺がないとなね。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうぞ。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。巨人と戦っているのはゲルマだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。まだだね。しっかり頼んで。手を出せやがって。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。すごいじゃないか。やるよ。Thank you.
よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。やーリバイ、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。おはよう。ありがとう。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジは勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人ばかり付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。ミケさん、分かってます。分かった。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。逃げようだ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だ、さっさと片付ける。君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。Ah!
わかったよ。に会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとはお前も存外見る目がねえな。みんなご苦労だった。
これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なおトロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。Thank you.